もショータイムゴルフです。だから鉄塔の右の丸い木だって。ちょっと右すぎだね。この辺。俺全然返してない。俺とかちゃんの方がやってるもん。やってる。もう超えたんだ。116、50。ウェッジのバンカーショット嫌いなんだよ。わかるよ。どうやって打ったらいいのって俺に聞いてもわかんないよ。ハーフトップするイメージ俺は。バンカートゥーバンカーです。バンカー大好き男です。砂が好きなんですか。好き、大好き。93フォロー。なんで52なの。93フォローだな。おっぱください。バカじゃん。おっぱくしないんじゃん。フルショットさっきから。93、58。お、いいじゃん。でっか。フォローっすね、フォロー。こんな目玉です。はい、頑張って。ショートサイドです。また近いね、ピン。残念敗。うまい。うまいね、ナイス。伊藤くん、バーディーパット。下ってます。すごい下ってます。惜しい。オッケー。はい、俺が GoPro で散々やられて嫌だったやつ。スライスですかね、はい、ちょっとボギーパット頑張って。ナイスボギー。よし、ナイスボギー。ナイスボギーですね、先輩。耐えたね、今のは。ナイスボギー。それバンカーとバンカーとバンカー。うん、バンカーとバンカーとバンカー。Say it again, please. Nope. Why not? Because you're...ピーだよ、ピー。531ヤード、パー5。インフルエンザで寝ながらね、スイングのイメージめっちゃ良くなった。
何打法ですか？ローリーマークライ。おお、勝ってた。ローリーマークライだからな。よいしょ。めっちゃいいとこ行った。危ない危ない。ローリー・マキロイ打法。どうだ。ローリー・マキロイ打法。あれ、マキロイああやって打ったらフィニッシュこうやってねじって、ショウさん。最後、ショウ持って持って。お、フィニッシュはもうこうやってこうやってねじって、バーンって最後。ローリー・マキロイやるなら最後もうクレーター開けとかないと。うん、あいつマジで。登録者減ろて。あいつすごいんだよ。あいつあれじゃん、毎試合絶対ガッテムするから、はあ、罰金払わないときないじゃん。そうなの。毎回絶対罰金払ってきた。あいつガッテムしない試合ないよ。優勝試合でも毎回してるもん。はあ、毎回罰金払ってねえ、うん、6番あげてるよ。210ぐらいかな。これ右なんじゃないの？あれだと右ですか？あれ、あれいいんだ。どうしよう。木の真上、4番。いや、左だ、左すぎる。これ誰？左すぎる。難しいな。左噛んだぐらい乗ったんですけど、オーバーして毎回4番やですとオーバーです。 B ばっかりだよ、あなた今日。さあ、アゲンスやん。アゲンスやん、4番じゃん。アゲンスやん、4番じゃん。伊藤さん飛ばないな。伊藤さん、50ぐらい、50ヤードぐらい。お、うまい。止まれ。ほんとスピンかかんねえな、このボール。俺のサンドで打ってこれだからね。伊藤さんの飲み溝、伊藤の溝でも止まらず。今日伊藤さん止まないけど尾崎さん飛んでますよ。尾崎さんまたこのグラスバンカー好きですね。どうしよう。60かな。60?60?、うん、俺ちょっとミケルソンの真似して64入れようかな。64度あれいいよ。尾崎さん上手いね。尾崎さん上手い。尾崎さんナイスバーディーだね、あれ。尾崎さんナイスバーディーだ、あれ。あぶね、あぶね。フックでいいですよね。すごい、フックないんで重たいです。さあ、伊藤さんのバーディーパット。手前からすごい下ってます。止まんないですね。重たいですって言われたのね。重たいんですよ。重たいですよ、ここ。重たいんですよ。そうですね、尾崎さんのアプリであれで止まったんですよ。伊藤さんまだ1メートルぐらい残ってますけど。 OK くださいよ、これ。それ無理だろ。ナイスパー。あー、
伊藤くんナイスパー。伊藤くんナイスバーディー。ありがとうございます。伊藤さん今日飛ばないんですよ。僕飛ばないですね今日ね。飛ばないんですよね。アイアンが飛んでないですね。ドライバーまあまあ飛んでるよね。うん、飛んでるね。この球ねいいんだけどスピンかかんないからアイアン飛ばないんですよ。うん、俺も日本オープンの時それ使ったけど、マン飛び飛ぶよね。うん、全然飛ばないけど。ちょっとなんかよ、もうねピザで。どこじゃないの、わかんないから。いや、それバンカーだと思うよ。それだ。どうよ。そうだね。結構ね、左遠いんだよ。ちょっといいやつだ。460サヤード、パー4。やれ、取れた。めっちゃ距離残っちゃったな、ベカンド。やったー。いくよ。ヤード4番。タンクだよ、タンクだよ。距離は行ってる？タンクした。え、今日なんですけども。マジで絶対伊藤君と話してきます。もうピーがあるからっていいことにさ、結構いろいろ言うよね。なんでさ、ちょうどこの冷気の後のところに来るの。持ってるんだね。181でしょ、フォローでしょ。ちょっとさ、早く打ってくれないとバッテリーがやばい。5番。はい、181。バンカーか。ダフったじ。完全に体が止まった。今回やりますね。ありがとうございます。残念、手前です。何ヤード？何ヤードだよ。一体全体何ヤードだよ。え、61、60度。もういいとこかも。久しぶりにアプローチするからどうやって言ったのか分かんない。バンカー以外の。はい、何するんですか今日。今日何するんですか。今日なんですけども、今日なんですけども、今日はですね、アプローチの打ち方を。はい。つまんねえな。あら、どう？なんて？弱。なんて今そこ当たった。いて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 。俺より下手じゃないですか。ああ。ここちょっとキーポイントなんでラインお願いします。これを外すと翔さんに負ける可能性が出てくる。大丈夫です。どうせ負けるんで。ちょっとスライスの方が強いですかね。ホットスライスして。何本ぐらいいいか。見て大丈夫ですね。あと残ってます。打てば入る。もうちょっともしかしたら曲がるかもですね。さあ、行きますね。パーパット。上りのスライス。弱い。飛ばないんですよ、じゃあ。全部飛ばないんですよ。
っと切れた。はい、ナイスパー。ボギーね。あ、ボギーか。だったらな。だったらな。何？もう何オーバー今？スリーオーバー。スリーオーバー。オールフォーバー。出たよ、1。なんかもう平均スコアだよな、俺いつも。スリーオーバー。夏も。年間通しての平均スコアいつも7、5か7、6。やる気問題でしょ。この動画がいいと思った人はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。それではまたの機会に。ではまたの動画で。またボーイ。